石原さとみ1986年12月24日生まれ。出身地、東京都。身長157センチ。血液型、A 型。石原さんが子供の頃の思い出や、女優を目指すきっかけになったエピソードを語っています。石原さんはどんなお子さんだったのですか、との問いに、とにかく習い事をたくさんしていました。 おこととピアノは母に勧められて6歳で始め、その後、クラシックバレー、ヒップホップダンスは自分からお願いして習わせてもらいました。他にも、楽器や球技など、とにかく好奇心旺盛な女の子でした、と語っています。また、友達がたくさんいたようで、小学校の6年生児の担任の先生の影響が大きいです。若くて愛のある先生でした。愛があるゆえにすごく厳しいところもありました。 友達の悪口を言ったり、無視をするような生徒にはすごく厳しかった。だから、私のクラスではいじめが一切ありませんでした。と語っています。女優になりたいと思ったのはいつ頃ですかとの問いには、小学校の卒業文集には、将来の夢に、ラジオパーソナリティと書いているんです。母がラジオが好きで、車の中でもよく聞いていました。6年生の時に、 テレビドラマで藤原紀香さんがラジオパーソナリティの役をやっているのを見て女優になるとラジオパーソナリティもできるんだと思ったのです。中学生になって映画も見るようになって女優という職業に興味を持つようになりました。女優としてまた女性としても影響を受けた方がいるそうですね。と聞かれると聡明な雰囲気が魅力的な吉永さゆりさんです。理想が吉永さゆりさんなんて素敵ですよね。